ロシア軍の A50 メインステイン早期警戒機を撃墜という激震、いくつかの攻撃方法の説。1月14日、ウクライナ軍が衝撃的な戦果を発表しました。ロシア軍の A50 メインステイ早期警戒機の撃墜、そして IL-20M 空投 B 空中指揮機の撃破です。ロシア側は公式にはまだ喪失を認めていませんが、 IL-20M が尾翼を穴だらけにされながらかろうじて基地に戻ってきた写真が流出しています。そして1月17日にイギリス国防省は A50 はほぼ確実に爆発し、アゾフ海の西方で墜落したと評価しました。ウクライナ空軍司令部の報告、事実ならば現状のロシア空軍で9機しか稼働していないとされる貴重な A50 早期警戒機を戦闘で失ってしまったことになります。早期警戒機は1機数百億円の製造費用がかかる重要な機材で、一つの兵器の喪失としては開戦初期にロシア海軍が黒海艦隊機関巡洋艦モスクワをネプチューン対艦ミサイルで撃沈されたことに次ぐ衝撃となるでしょう。これはロシア軍にとっても衝撃ですが、世界中の軍事関係者にとっても非常に大きな衝撃です。戦争中に早期警戒機が撃墜されたのはこれが史上初の出来事なのです。1969年4月15日にアメリカ海軍の EC-121M ワーニングスター早期警戒機が北朝鮮空軍のMiG-21戦闘機に撃墜された事件はありますが、これらは平地の奇襲攻撃による不意打ちであり、しかも早期警戒任務ではなく電波信号情報収集任務に出ていた時の出来事なので前例にはなりません。最大の謎なのはアゾフ海の上空で撃墜されたという点です。アゾフ海の沿岸周辺はロシアが占領しており、最短でも沿岸から約120キロ先が前線です。 A50 も IL-20M も敵の攻撃圏内を飛ぶような機体ではありません。ウクライナ軍は一体どうやって安全圏内にいるはずの空中降下地目標を撃墜できたのか、詳しい方法は未公表です。考えられる撃墜方法としては、地対空ミサイルによる長距離射撃と戦闘機で乗り込んで狙いに行く方法ですが、どれも決定的な根拠がありません。王立防衛安全保障研究所 RUSI の航空戦専門家ジャスティン・ブロンク氏は、IL-20 空中指揮機の被弾状況からパトリオットパック2が使用された説を唱えています。パトリオット説、パトリオット防空システムのパック2地対空ミサイルの射程は160キロとされています。ただしこの交渉値は160キロという霧の良い数値から実際の性能であるかは不明で、条件次第でもっと飛べる可能性はあります。防空システムは高速の弾道ミサイルが相手だと有効射程が短くなり、低速の大型航空機が相手だと有効射程が長くなる傾向があります。仮にパック2地対空ミサイルの射程が160キロとした場合、最前線まで前進すればアゾフ海の上空の一部を射程圏内に収めることが可能です。しかし現実には敵の野砲の射程圏内に狙われやすい大型の防空システムを布陣するのは大変に危険な行為で、おいそれとはできません。最低でも前線から数十キロは後方に置かなければならないでしょう。するとアゾフ海の上空は沿岸付近が射程の限界線上となり、都合よくそこを目標が飛んでくれるとは限りません。ロシア側もパック2地対空ミサイルの射程を意識しているはずで、特に2023年5月にウクライナ北部からロシア領ブリャンスク上空へパトリオットが長距離越境射撃していたことが判明しており、危険性はすでに理解しているはずです。 A50 早期警戒機のような高価な機材は不用意に前線付近を飛ばせたりしないと考えるのが自然ですが、油断していてうっかり近い位置に A50 を飛行させてしまったり、あるいはパック2の実際の有効射程がロシア軍が想定したよりも長かった場合に撃墜が成功する可能性があります。 S-200 説、
S-200 防空システムは射程300キロもありますが、ソ連時代の古い兵器で大型爆撃機を目標とした迎撃ミサイルは鈍重であり機動性が低く、軽快な小型戦闘機が相手だと命中率が悪く期待できなかったため、ウクライナ軍では2013年に現役を引退しています。ただし未解体で保管中だった S-200 用の迎撃ミサイルを弾道ミサイルに改造して地対地攻撃用としてロシア・ウクライナ戦争に投入中です。もし S-200 のレーダーや指揮装置などのシステムの機材をまだ残しているか、あるいは他国ポーランドなどから秘密裏に供与されていれば、 S-200 を防空システムとして復帰させることが可能です。前述のように S-200 防空システムは対空兵器としては時代遅れで、軽快な戦闘機や小さな巡航ミサイル、自爆ドローンを相手にした場合はあまり役に立ちません。ですが鈍重な大型機である A50 メインステイン早期警戒機が相手なら命中が期待できます。射程300キロもあるので、アゾフ海の上空の大半を狙うことが可能です。もしウクライナ軍に S-200 防空システムがこっそり現役復帰しており、ロシア軍が気づいていなかったのなら、 A50 早期警戒機が不意打ちを受けてしまったという可能性は考えられます。しかし証拠は何一つない仮定の話になります。戦闘機の空対空ミサイル説。ロシア・ウクライナ戦争はお互いの地対空ミサイルの脅威のせいで、戦闘機が活発に活動できず、航空優勢を確保しきれない状況が続いています。この状況でウクライナ軍の戦闘機が敵勢力範囲に数十キロから100キロ近く侵入し、A50 早期警戒機を捕捉して撃墜して帰ってくるという作戦は非現実的です。ステルス戦闘機なら可能かもしれませんが、ウクライナ軍には供与されていませんし、 NATO のステルス戦闘機がこっそり参戦という可能性も考えられません。もし仮に通常の戦闘機でそのような作戦をすれば、すぐに気づかれて大騒ぎになっているはずです。地対空ミサイルや戦闘機を投じて派手な迎撃戦となれば隠しようがありません。ところがこれまでそのような報告がどこからもありません。ロシア・ウクライナのハリコフ攻撃、外国人戦闘員を殺害と。ロシア国防省は17日、ロシア軍が16日にウクライナ第二の都市ハリコフにある外国人戦闘員が滞在する建物に対し精密攻撃を実施したと発表した。発表によると戦闘員の多くはフランスの傭兵で、建物が破壊され60人以上が死亡したという。国防省は証拠を示していない。ロイターは発表内容を確認できていない。ハリコフ当局によると、ロシア製ミサイル2発が16日ハリコフ市中心部の住宅街を直撃し、17人が負傷、そのうち2人が重傷を負ったほか、家屋に大きな被害が出たという。フランス外務省は現時点でコメント要請に応じていない。ロシア黒海艦隊にさらなる脅威、フランス巡航ミサイルが40発追加供給へ、損傷を与え続けた必殺兵器。2月にはマクロン大統領がウクライナへ訪問へ。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は2024年1月16日、巡航ミサイルのスカルプ EG、イギリスのストームシャドウと同型40発を新たに供給すると記者会見で発表しました。これは大統領官邸であるエリゼ宮で行われた今後の政権運営に関しての会見で明らかになったもので、ロイター通信によると、マクロン大統領は今後数週間以内に約40発のスカルプ EG ミサイルと数百発の爆弾が配備されるだろうと述べたそうです。またマクロン大統領は、我々はさらに多くの装備を供与し、ウクライナの空を守るために必要なものを支援するつもりだとも話し、詳細は2月にマクロン大統領自身がウクライナに訪問し決定すると明かしたようです。ウクライナスカルプ EG ストームシャドウはすでにイギリスとフランスが数十発を供与しており、同ミサイルを発射できるように改造された
SU-24M に搭載し使用されています。詳細な戦果こそ公表されていませんが、クリミア北部と本土側のヘルソン州を結ぶチョンガル峡攻撃に使用されたと言われているほか、キロ級潜水艦ロストフナドヌー、ロプチャー級揚陸艦ミンスクといったロシア黒海艦隊所属艦艇の多くを撃破、または損傷を与えたのはスカルプ EG ストームシャドウである可能性が高いとされています。